12月1日木曜日、東一色集落センターとその周辺の畑で東一色微笑み会が開かれ、参加者の皆さんがお正月のためのハボタンを植え替えました。稲部町東一色では12年前から自宅から歩いて行ける場所で気軽に参加できるこの会を毎月2回開いています。そこで今年は初めてハボタンの栽培に挑戦しました。10月に苗を植え、害虫の対策をしたり肥料を与えたりして大切に育ててきました。どれも直径40センチから50センチあり、その出来栄えに皆さんとても満足している様子でした。そして2色のハボタンをセットにしていきます。後でまたこうやってね、この後各家庭に持ち帰って飾ることから、通りからも見やすいように少し斜めに植えるなどして見栄えにもこだわりました。この立派なハボタンは1月いっぱい楽しめるということです。ハボタン完成。作業が一段落したところで健康体操です。東一色微笑み会の代表伊藤信子さんは、これからもお互いに支え合いながら一日でも長くこの会を継続させていきたいですと話していました。そして毎月恒例のお誕生日会では、12月に誕生日を迎えた昼凪幸子さんが皆さんから祝福を受け、この会に入ってから楽しみが増えました。共通の話題も多く、皆さんと一緒に過ごせる時間が幸せですと笑顔で話していました。